こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。反日をアピールし韓国の次期大統領を狙っているイ・ジェミョンですが、ウクライナに対した発言で炎上しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ユン・ソクヨル国民の力大統領選挙候補はイ・ジェミョン、共に民主党候補がロシアのウクライナ侵攻自体をゼレンスキーウクライナ大統領がロシアを刺激したためと主張し、国際的な論議をもたらしたことをめぐり国際的な恥と叱咤し、ウクライナ国民に大統領選挙候補としてお詫びすると伝えた。ユン候補は自身のフェイスブックに、海外の有名コミュニティレディットに韓国の大統領選挙討論映像が掲載されたとし、6ヶ月初心者の政治家が大統領になり、 NATO が加入を拒否しようとするのに加入を公言し、ロシアを刺激したため結局衝突したというイ・ジェミョン候補の発言が世界に知られ、これを非難する数多くの書き込みが掲載されていると指摘した。実際グローバルインターネットコミュニティのレディットに掲載されたり候補関連して発言ポストを見ると、全世界のネチズンたちが訪れ非難の書き込みをしている。ネチズンは、韓国人らはこの発言についてどう思うか、この政治家がこの発言で経歴を台無しにしたことを願うと批判し、大韓民国とスウェーデンのハーフで明らかにした。あるネチズンは、韓国の根血ということに一度も恥ずかしいことがなかったんですけど、この映像を見て恥ずかしくなってきたと糾弾した。これに加え、チョ・ミエ元法務部長官がゼレンスキー大統領をコメディアン出身と卑下した発言も召喚され、ネチズンたちの怒りに満ちたコメントが続いた。ユン候補は国際的恥であり国の威信を落とすこととし、不幸なことを経験した他の国を慰労するどころか選挙に活用するため何もする姿が全世界の人々の興奮を買っていると皮肉った。彼はゼレンスキー大統領は海外に行かず首都キエフに残って決死抗戦を率いている、彼を支持した 72% のウクライナ国民を愚弄する行為だとし、ロシアの侵攻がウクライナのせいにすることは深刻な無知の所詮と非難した。それではネットの反応です。イ・ジェミョン支持者イコール大韓民国の周知。イ・ジェミョンが大統領になれば、プーチン、習近平、金正恩としか会わない国際的いじめになったのに、誰が会おうとするだろうか。国が滅びたね。ムン・ジェインが国際的に恥をさらしたと思ったら、今は候補ですらこんな恥をさらしている。左派は根こそぎ北側に追い出そう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。